これがマリーちゃんのトレーナーズカード、でこれが僕の17歳の証明写真。いや、僕も美少女に生まれたかった。はい、対戦相手見つかりました。翔さんですね。よろしくお願いします。あの、僕、前回までの動画の、自分のね、やつを編集してたんですけど、いやね、自分の声が低すぎ。あの、普通に喋るとこんなに低くて、聞き取りづれんだなっていうのを、やっと自覚しましたので、今日はね、電話に出てる時ぐらいの、割とワントーン高めで喋ってますけど、どうなのかな、ちょっと編集するときまでわかりませんが、頑張りたいと思います。というわけで、相手はですね、割とよく見るパーティーなんですが、強いて言うならルカリオがちょっと珍しいかな。まあでもいるっちゃいますね。はい。で、非常にドリューズがよく通ってまして、相手はドリューズに対して強い山ガをなんか出したいなと思ってると思う。こちらのギャラドス、メガネギャラドスですけど、メガネギャラドスじゃなければアーマーが強いんで、やっぱアーマーが刺さってるように見えてると思うんですよね。なので、こっちはドリューズとギャラドスか。うん、は出していいと思うんです。で、ドリューズとギャラドスを出すと、ヒートロトムがやっぱちょっときつくなりがちなのかなと思うので、まあ、ちょっと無難になっちゃうんですけど、この3体。強い方の選出ですね。強い方の選出っていうと、いや、マリーちゃんとモルペコが弱いように見えてしまうので、それは言わないでおきますけど、いやでも、まあ、よく見る方の、強いと一般的に言われている方の選出でいこうと思います。はい。では、対戦よろしくお願いします。さあ、相手先発ロトムからですね、まあ、こちらのドリューズの攻撃は、アマガにね、引くことで、必ず受け切れるという算段だと思うので、先発ロトムでもどうにかなるっていうね、風に思って戦ってると思うんですよね。で、これでハンマーが相手が連れてきていなかったら一大事なので、とりあえず自信は打っておきます。はい。連れてきてなかったら勝てるので。とりあえずね、変に深読みして負け筋を増やさないようにしておきます。で、アーマーガーですね。まあまあ、いるよねということで、このアーマーガーはドリューズでは倒せませんね。ので、ギャラドスに引こうと思います。このギャラドスが特殊ギャラドスなので、もしアーマーガーが鉄壁とかを積んでくれたら、余裕を持って、その場に居座ってくれる可能性が結構高いですね。そうなるとすごくこちらにとっては美味しい展開になる。アーマーガー、わざわざギャラドスから逃げたりはしないと思うんだけどな。ただここでヒートロトムに引かれたりすると、ちょっと。きついところがありますね。交換読み交換とかを決めてくるような相手なら、ちょっと厳しいかも。あ、ミラーアーマーでこっちの威嚇が跳ね返ってくる。まあまあ、それはいいんですが。あ、鉄壁、よし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 。こちらの思ったような展開になってますね。こちら攻撃が下がって、相手の防御が2段階上がってるんで、もう相手はもう締めたものだというふうに思ってるはずなんですよね。いや、ここで、大文字でいこうかな。10万ボルト命中安定なんですけど、相手がもし素早さに若干振ってて、跳ね休めとかしようものなら、10万ボルトが当倍になっちゃうので、ここは大文字、後ろにも通ってるんでね。で、行こうと思います。当たらない、はい。なるほど、なるほど。いいでしょう。ここは相手ヒートロトムの替え時かな。と思います。ここでヒートロトムに変えられると、ちょっと厳しいところがある。いや、もう、ここはそれを読んでダイマックス大ストリームですね。はい。それ以外やることがないと思います。相手もこの大文字を見て、もし受けきれなかった、アーマーガーが受けきれなかったら、ゲームが終わっちゃうので、ここは相手は何としてでもロトムに引きたいと思うんですよね。こっちは大文字を連続で使ってくるというふうに相手は読むはず。とするとロトムに引くことの、そうですよね、リスクが少ないので、ここは、はい、ロトムに引いてくると。いやー、綺麗に読みが決まりました。ただ、このダイマックス、この僕はこだわりメガネを持たせているので、毎ターン大文字しか使えないはずなんですけど、それを解除するために今ダイマックスしたんですよね。ダイマックスをすると、こだわりの能力が解除されて、別の技も使えるようになると。その代わり、こだわりの威力が上がる方も無視されるんですけど。で、今水技に切り替えるためにダイマックスしたんですけど、これで落としきれなかったら僕はもう一回引かなきゃいけない。ちょっと読み合いが発生しますね。これで落とせてほしい。硬い。はい、わかりました。ちょっと耐久に振ってるタイプのロトムですね。で、このギャラドスは素早さにあんまり振ってなくて、ロトムの方が早いので、ここで10万ボルトとか、ダイマックスされて大サンダーとかね、そういうことをされると、ギャラドスが吹き飛んでしまうので、ここは、あんまり悠長に、ここに突っ立ってられない。いやー、ドリューズに引くのが本当は一番いいんですが、相手はおにぎり合わせるっていう読みも存在するんですよね、ここで。どうしようかな。
ただこのお相手ロトムはちょっと捨てたいと思う気がする。ギャラドスが S に振ってる可能性はまだ否定できないので、ロトムは今体験に振ってるということは、ギャラドスの方が素早い可能性は捨てきれないので、ロトムで何か感化してくると思う。ここはドリューズかな。はい、に引きます。雨が降っているので、まあ、仮にオーバーヒートされてもあまり痛くないかなという考えですね。でアーマーが、おこれは読まれたかな。はい、こっちはダイマックス一旦で割っちゃいましたが、まあ、ちょっとあまり良くない対面作られましたね。でこっちドリューズ、お相手ここまで読めてたのだとしたらすごいですね。でもちろん苦手な相手が出てきてしまったので、こちら入れ替えないといけないんですが、どうしようか。でもここギャラドスでいいよね。相手は、僕はここギャラドスに引っ込むと相手が分かってたとして、別のポケモンに引いてくるとかいうことはまあ考えられますね。ここアーマーガーで相手がそのまま突っ張りになるかな。こっちがギャラドスに引いてきたらその攻撃を誰かが受けないといけないっていう、不利なサイクルが続くので、相手はここもう一回引っ込んで有利な対面を作ろうとしてくるような気がするので、一回ここあまりリスクないので自信打っておきましょうか。はい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 、何するんだろう。トンボ返り、ああなるほどなるほど。まあ結局こうなるんでいいですね。こっちは地震で突っ張ってるんで、相手の誰かしらに地震が入ると、地震が入るというか相手の誰かしらに地震をこっちが、こだわってる状態で、はい、このタイミングが発生すると。じゃあ地震打ちましょう。これでいいですね。まあ、引っ込めると。ロトムは大事にしたいんでしょうね。で地震、ここはお相手もう一回トンボ返りでしょうかね。だとしたらどうしましょう。こっちはギャラドスに引っ込んでいいかな。もう一回なんか良さそうな感じしますけどね。一回ギャラドスに引っ込みます。はい。でもしあのロトムとの対面作られてもニンフィアに引くことは全然できるので、お相手はかなり苦しいサイクルを強いられてるんじゃないかな。もう一回威嚇が跳ね返される。いや難しい対戦になってますね。でブレイブワード、ああここで一回突っ込んでくる。あ結構入りますね。いいダメージ。相手はこのギャラドスがきつかったのかもしれない。なのでギャラドスにある程度ダメージを入れたいという考えだったのかもしれないですね。ここはダイモンジでいいかな。うん、お相手の後ろにもよく通ってるんで、とりあえずダイモンジを押しましょう。ダイモンジ、よしよし、ちゃんと当てますね。偉い。これは、うん、いいダメージ。これだけ入れば、あー、ただ、木並みか。うん。で、羽休め。あー、これで一回ダメージを見ようということですね。羽休め連打すれば、ダイモンジが受けきれるんじゃないかっていうふうに思ったんだと思います。まあ、こちらは幸い羽休め連打しても受けきれないぐらいのダメージ入るのでいいですね。これはお、しかもやけど、あこれめちゃくちゃ美味しいですね。多分ブレイブワードですよね。なのでこの大文字のおかげで、いやーダメージが抑えられる。いやこのやけどめちゃくちゃ美味しいな。いやすごいでかい。いやここでギャラドスを一回引っ込めるっていう選択肢をこっちももらえるんですよね。うわめちゃくちゃ美味しい。これ美味しいな。ニンフィアに引く手も出てきました。ここでお相手のブレイブバードを例えば選んでいたとして、ギャラドスが割ともうギリギリまで削れて退場する。でこっちは大文字でこだわった状態で場に座ることになる。となるとギャラドスの体力が削れることでまずい相手はいない。ただうちは大文字でこだわることでまずい相手はいる。難しいですね。いやここはニンフィアに交代します。この行動が裏目に出ることは多分ほとんどないのでこれ大丈夫だと思ってます。はい、これどうかな。ブレイブワード、はい、まあ、これは火傷してるのでそんなにダメージ入らないですね。ニンフィア物理耐久に結構振りました。よし、で火傷込みで倒せると。これでドリューズがめちゃくちゃ動きやすくなりましたね。アマガーが倒れたので、いやドリューズ無傷でなおかつアマーガー突破できたのは本当に美味しい。いいサイクルが作れたと思います。で、おロトムですか。裏トラパルトですかね。ニンフィアそんなにじゃないロトムそんなにニンフィアに有利じゃないと思うんですけど、ここで出してきたっていうことはこのロトムを出すしかないってことですよね。他瞑想しましょう。ロトムが耐久方面に振ってるのはもう分かってるので、
そんなに痛くないですよ、何されても。オーバーヒートぐらいされてもね、あの2回ぐらいは耐えるように設計してあるので、全然怖い行動がないですね。あ、ダイマックス、なるほどなるほど。ここでダイバーンをすることで全抜きを狙おうと。全抜きにはならないですけど、ある程度削ってこようというわけですね。なるほど、ここでダイマックスを切ってくれると、こっちはでも割と楽に立ち回れそうですね。ダイサンダーかダイバーンか、ダイバーン、うん、どれぐらい入るかな。あ、いいダメージですね。こっち瞑想込みで耐えられるかどうか。いや、耐えられないですね。ごめんなさい、晴れますね。晴れるので耐えられない。ああ、じゃあちょっとニューフィアがここでやられちゃうのか。ああ、なるほど、この線ちょっと考えてませんでしたね。うかつだったな。ここでニンフィアか、じゃあギャラドス、どちらかを捨てないといけないですね。どちらかを諦めます。ニンフィアはもうこんな体力になったらあまりあの役割がなさそうなので、眠るで捨てちゃいましょうか。まあ、これはしょうがないですね。はい、ちょっとあの眠るを押しておけばよかったかもしれないです。ダイバーン、これは落ちてしまうと。まあ、ここでダイマックスを切らせたと思えば全然悪くないですね。で、ドリューズ、ここで後ろにギャラドスがいることでドリューズのこだわりを解除できるので、相当いい展開ですね。後ろが誰だったらきついかな。ドラパルトが振り方によってはきついかなぐらいですかね。基本的には誰が一番最後でもやれると思います。ミミッキュとかでも大丈夫ですね。ミミッキュ、あ、よかったよかったよかった。じゃあここであの変なことしないように気をつけたいんですけど、ここの地震プラス弾ダメでなんとかなるかな。そうですね、お相手ここであのドリューズ一撃で倒す手段は持ってないので、ここは地震で突っ張っていいですね。あの引っ込めて変にアイアンヘッドとかしなくていいです。めちゃくちゃ耐久方面に振ってるなら別ですけど、うん、いいダメージ入りましたね。いやー、よかったよかった。これで弾ダメが入ると。はい、対戦ありがとうございました。いやー、ちょっとでもこれ最後の1匹がドラパルトだった場合、あのニンフィアを捨てたプレイングは僕間違いだったので、いやー、なんかまだまだ改善の仕様はあったかな。だけどいい試合ができたと思います。やっぱ特殊ギャラドスがね、読まれないんで刺さりますね。一発目でダイモンジ当ててくれたらもっともっと楽な試合になってたと思うんですけど、残念ながら、まあ、途中でバレちゃったので、まあ、こういう展開になりましたが、よかったですね。そんなこんな言ってるうちに、あの、マスターボールランクになりました。マスターボールランクになっての勝率はこんな感じでした。途中で23勝23敗ぐらいになって、いや、これなんとかパーティー戦といけんなと思ってたんですけど、いや、それ以降、復帰出てモルペコとマリーちゃんの、自分の趣味のパーティーに変えたら、すっごく、勝率が良くなったので、というか、負けてないのかな、本当に。ので、良かったなと思ってます。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ここのシュートシティすごいなと思ったのが、この上空にちょっとこう雲が流れてるの分かります？ここ暗いところと明るいところがこう流れていくじゃないですか。こうやってね、ちゃんと空の雲が下に映されてるんですよ。今までのポケモンではなかった。これは本当にいい。いやー、こうなんか世界にこう空間がもうできてますよね。ポケモンがやっぱりなんて言うんだろう、そこら辺の草むらにちゃんと姿が見えるっていうのがあるんですけど、本当にこうポケモンがいる世界みたいなのが今回めちゃくちゃ綺麗に描かれてて、いやー、もう旅してる感じ、もうポケモンと一緒に暮らしてる感じがすごいいいですね。ここのポケモンが広告になってる感じとか、いや、もう今作本当にいいところだらけで、いやー、僕のソードシールドの好きなとこ語ってたらキリがないんですけど、やっぱりキャラクターもみんな良かったしね。そのダンデさんとか、あのホップくんとか、本当にこう出てくるキャラがみんな魅力的で、あ、もちろん僕があのモチーフに、あのパーティーのモチーフにしてるマリーちゃんもそうですけど、あとダイマックスっていう新しい要素を入れたのに、あのダイマックスをしなくても勝負の駆け引きが楽しめるよっていう風にこう信じてるネズさんとかね、
そういうこうキャラがいるっていうのはすごくプレイしてる身としてはなんかこう心が救われるというか、いろんな楽しみ方があるよなっていうのを教えてもらえるすごくいいキャラだったと思うんですよね。ネズさんって開発側の視点に立つとこう新しいシステムってやっぱみんなに受け入れてもらいたいじゃないですか。やっぱ新しいものを作ってこうそのダイマックスっていいよねってなるべくこうプレイヤーに伝えて、いやこれでみんな遊んでねっていう風に伝えたいと思うんですけど、そんな中ダイマックスなんていらないっていうキャラを出すのってすごい勇気がいると思うんですよ。本当にめちゃくちゃ怖かったと思うんですよね、ネズさんのキャラ。ただそれを一人入れることで、いや本当にポケモンの楽しみ方がこう無限にこう奥深く描かれるというか、なんかこうポケモンやっててこう何で遊んでもいいんだなっていう、こう、まあ、難しいけどもう本当にそういう、こう救いなんですよね、あのキャラクター。僕にとっていや本当にあのいいゲームだなと、登場人物そしてあのポケモンそしてこの空間がね、本当にいいなと思いますね。まあ、正直あの化石ポケモンとかサニーゴとかあの最初はあまり良くない評判を受けたポケモンもいるんですけど、僕は今もそれも含めてあの本当にいいゲームだなと思ってます。ということでね、この神ゲーをこれからもどんどんプレイしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。